21日土曜日、マナビズム各校舎で浪人生合同説明会を行います。申し込みは概要欄の URL からお願いします。逆転合格しやすい社会科の科目ではあるんですね。ただ言葉を選ばず言いますけど、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。マナビズムの矢沢です。こんにちは。さあ本日の質問です、はい、文系の選択科目の選び方を教えてくださいというふうなご質問ですね。わかりました。これね、過去の動画でも何回か話してるから多分出てくるものではあると思うんやけど、常々僕たちが言ってるのは大学にもよるけど数学が一番得意なら数学がいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。もちろんこれ大学によると例えば早稲田の商学部とか文系の数学めちゃくちゃ難しいから相当得意じゃない限りきつい。そう、もちろんセンスにもよるけど今のこの段階でもセンター7割ぐらいは欲しいなって思ってしまうから、その大学学部にもよるんだけど数学が一番得意なら数学は結構やっぱおすすめするっていう風なところで、なんで数学がおすすめやねんっていう風な話なんやけど、やっぱり数学って例えば簡単って言われてるで、例えば法政大学の数学簡単だよね、漢学の数学簡単だよね、関大の数学簡単だよねみたいな風に一応数学界で言われてたりするんやけど、思ってるより平均点って高くないんよ。受験生の数学が得意だから数学選んでるというよりも、社会が嫌だから数学 C って言うなら選ぼうかなぐらいの子が数学を選んでる可能性も全然あるから、平均点ってそんなに高くないんよ。だから大学とかによっては全然日本世界史とかめっちゃ高いけど数学めっちゃ低いみたいなとか、これどうしたとかで結構あるあるなんやけど、そういうので得点調整された時にやっぱり有利になるよねっていう風なところやったりだとか、やっぱり頭の動かし方が文系科目とやっぱ数学って少し違う部分もあったりだとかして、数学の問題を解いていく。でそれがまさに得意科目なのであれば解いてて楽しいって言ったらちょっと変かもしれんけど、やってて楽しくなってくる科目。僕も文系数学なんで、そういう風な感覚にはなってたので、そういう意味で得意なら数学。ただ社会が嫌だから数学、これをやめてほしいんですよね。結局それって暗記が嫌だから暗記じゃない数学に逃げるんですけど、結局そういう子っておそらく数学やる時も分からんものが出てきた壁にぶち当たったら多分逃げるんですよ。で結局この解き方ってこういう風に解くしかないんだって暗記に走るんですよ。で数学って基本公式を覚えるとか解く流れ、解法パターンを覚えるっていう風に言われてるぐらいなんで、やっぱ暗記もせなダメなんですよ。やけど分からんものが出てきた時に全部暗記で片付ける。でもそうなったら膨大すぎてしんどくなってくる、社会にしといた方が良かったかなとかっていう後悔が絶対始まるんで、社会が嫌だから数学を選ぶ、これはなしにしといてほしいです。なんで得意だったら数学、これはもう僕の中では結構推してる。一旦適性を確かめてみるっていうのはあるんですけど、一旦やってみる、で次にそこ社会にはなってきますけど、社会に関しては暗記量が少ないからできるなら整形がいいとは思ってます。ただそれで受験できない大学ももちろんあるんで、それはちゃんと調べて注意しておいてください。でそこの整形が何でいいかはちょっと矢沢さんに後で話をもらってしてで日本世界史は正直どっこいどっこいみたいなとこあります。ただ世界史の方が若干賢い子が選択しがちというか、平均点が比較的上がりがちっていう風なところなんで、学校の選択上高3の受験生とかやったらもう多分学校で世界史か日本史か選んじゃってると思うんですよね。だからもう変えるの難しいかもしれないけど、どうしても世界史が嫌やなと思ったら日本史にした方がいいに決まってるし、どっちにしたかって覚える量が多いのは当たり前なんで、覚え方やったり使う教材を工夫しながらやっていかなあかんことにはもう変わりないんで、もうそこはどっこいどっこいかなっていうふうには思います。なんで整理すると僕は文系数学整形で日本世界史とかかなっていうふうな感じです。じゃあ整形の矢沢さんいやまずちょっと今の補足すると、はい、得意不得意だけの話じゃなくて、大学の採点方式が満点を取ったら基本的に点数が下げられないっていうチートがあるんですよ、はい、どういうことかというと、科目間調整って言ってね、文系だったら英語国語は確定の社会か文系数学かで選択科目を悩むわけじゃないですか。でその科目間にその難易度のばらつきがあって、同じ点数取ってんのにこっちむずいこっち簡単で同じ点数で同じ評価だったらおかしいやんってなるじゃないですか。なんでそれを調整するための採点方式が各大学で定められてるんですけど、その多くがですね、例えば80点だったら60点換算ねみたいなのになるんですけど、100点やったら100点換算換算なんですよ。で満点取りやすいのが数学である場合が多いんですよね。大学によりますよ。そういう点数調整のルールでルール上そもそも数学の方が有利であるっていうような、結論です。これもうどうせねコメント欄で「いや僕は社会でよかったから社会の方がいいよ」とか「数学はどこだよ」みたいなあるんですけど、そんな一個人の意見に惑わされないでほしい。そういうルールだから受験が。でそういうのがあって今の順番が学びズムでおすすめしている次第の選択科目のおすすめですっていう話なんですけど、今井からリクエストだった政治経済がなぜいいのかっていう話で、これ考える時期が2つあって、1つが思考能力が高い方が点数が伸びやすいっていう軸と、暗記量が多い方が点数が伸びやすいっていう軸と2つなんですよ。想像したら分かる通り数学は思考力が問われるところが多くて暗記量が少ない科目ですよね。で社会は全般的に逆で暗記量多いけど思考力が問われる場面は少ないっていうような科目なわけですよ。そこで社会の中で特に政治経済がおすすめなのは、やっぱり政治経済は覚える量が社会の中では少ないんですね。で日本史と世界史はそんな変わらんって今言ってましたけど、指導要領の中身を見ると世界史の方が若干多いんですよ。ただそこは僅差なんで、ただ日本の世界史と比べて政治経済は覚える量が少ない。だから逆転合格しやすい社会科の科目ではあるんですね。ただ言葉を選ばず言いますけど、学びズム通塾在宅ともに春季キャンペーン実施中。詳細は LINE のこちらのボタンをクリック。頭悪い子選んだらちょっととんでもないことになるんですよ。数学と一緒でほんとできない子が選んじゃうととんでもないことになるんですよ。だってワードを丸暗記してるだけでは点数が取れない。社会の中では思考能力が必要。言ったらこの事実とこの事実があるからこういう結論が導き出せるよねっていう論理能力が結構必要である科目なんで、政治経済が覚える量少ないけどそのロジックが結構試されるっていうところの科目なんですね。だからそれでも言って数学よりはその能力は低くていいから、だから現役生が社会選ぶんだったら政治経済が一番期待値高いんじゃないかっていうような話です。ちなみにこの動画を流してるのは3月の半ばなんで、もう学校で選んだ選択科目は決まってるはずなんですよ。僕も一緒で学校では私立選択だったんですね。僕も日本選択でした。日本選択でした。で数学で受けましたよね。学校で選んでるからできるんやったら、もう今君たちは英語できてるからいや本当そうなんですよ。だからね、学校で選んでるやらない関係ないんですよ。志望校が決まってるんだったらその大学に行くために一番期待値が高い科目はどれで、受験戦略のことを考えたらどの科目で勝負しに行くのがいいかだけで考えた方が僕はいいんじゃないかなと思います。長くなっちゃったね。でもいいこと言ったと思う。めっちゃ価値あるでしょ高評価お願いしますね。はい、参考にしてください。それじゃあこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。学びズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。